5区のですね、スペシャリスト、こちらのね、まあ、配置にちょっと苦しんでいるんですけれども、どうもこんにちは、ザワチャンネルです。先日の動画なんですけどもね、まあこういった自粛の中ね、どういうふうな動画配信が果たしていいのかなということで、まあいろいろ自分的にもね、迷うこともあり、まあそんな中でね、出した動画だったんですけれども、意外にもと言いますか、思ったよりですね、好意的な、ポジティブな意見をたくさんいただきまして、まあ、自分にね、できること、まあ、陸上情報の発信ということでね、しっかりとこれからも、皆さんの声をね、信じて、頑張っていきたいなというふうに思っておりますので、これからも皆さんよろしく、お願いいたします。まあ、本当にね、大変な時期で、なかなかね、まあ、どこまで許されるのか許されないのかっていう線引きがね、本当に難しいところをではあるんですけれども、まあ、公にね、言われていることでいけば、あの3密、密集、密閉、密室ですか、まあ、これを避ければ、まあ、あの軽いジョギングとか散歩とかっていうのは、まあ、大丈夫なんじゃないかなというふうにも言われてますんで、まあ、僕もね、まあ、前からずっと一人で、練習してますんでね、そんなに今も昔もっていうか、変わりはその練習環境においてね、変わりはないんですけれども、まあ、トレイルランニングといってもほとんど人がね、通らないところを一人走るだけであったり、まあ、ロードにしてもね、全然人とすれ違わないようなところをね走ったりするんで、まあ、そういった部分ではまあそこまで、神経質になることはないんじゃないかなと、まあ、特に僕のね、住んでる広島はまだ関東とかね、そういったところに比べればね、まあ、そこまで、神経質にならなくてもいいんじゃないかなっていうところもありますんで、まあ、そういったところをしっかりとね、注意しながら、まあ、できる範囲でのね、まあ、あの練習、そしてストレスのたまらない生活をね、していければなというふうに思っております。まあ、ちょっとね、前置き長くなりましたけれども、いや今日もですね、皆さんに、陸上情報をしっかりと、お伝えしたいなと。まあ、今日は、皆さん、引き続きですけどね、大学駅伝、やはりね、こちらについて、しっかりと語らさせていただきたいなというふうに思います。2020年シーズン、この大学やばいんじゃないの、もうこれシリーズ化してもね、いいんじゃないかなというふうに思ってますんで、まあ、4月はね、この大学やばいんじゃないかシリーズでね、皆さんと一緒に盛り上がっていきたいなというふうに思います。はい、今日のテーマ、そのやばいんじゃないか大学、こちらです。ザザザザ、順天堂大学。はい、こちらね、順天堂大学、もう言わずと知れたですね、もう箱根駅伝の常連、そして伝統校、まあ、現在ね、9年連続61回目の出場を誇ると、いうことで、しかもですね、過去にはね、4連覇もあり、なおかつ、学生駅伝、3冠もね、成し遂げたこともある、本当に、箱根駅伝にはもうね、欠かせない大学の一つと、言ってもね、いいんじゃないかなっていうぐらいのね、強豪校なんですけれども、どうですか、ここ最近のですね、箱根駅伝の結果を見るとね、なかなか、出入りの激しい、成績が続いていると。2017年大会総合4位、2018年大会では総合11位でシードを逃す、そして2019年大会ではなんとかシード返り咲くも、今年、2020年、総合14位と、いうことで、まあ、本当にね、近年も高速化がね、進んでまして、まあ、順天堂大学もですね、見てみればですよ、2017年から着々とですね、タイムをね、縮めては来てるんですよね。2020年、11時間6分45秒。このタイムっていうのも、あの、2017年のね、総合4位の、11時間12分42秒に比べればですよ、もうかなりのね、スピード、高速化に、対応している結果とも言えるんですけれども、それ以上に、もう他の大学が、高速化が進んでるんで、このタイムでも、なかなかね、結果には結びつかない、こういったね、状況が今、順天堂大学、続いていると、いうことです。
2020年大会をちょっと振り返ってみますとね、なかなか、まあ、序盤からね、ちょっと上位争いにね、食い込めない、まあ、厳しい、位置でのね、レースを強いられて、まあ区間だけを見ればね、検討したなっていう区間もね、まあ、あることはあるんですけれども、やはり、順天堂大学といえばね、この袋の順大ね、まあ、往路はそこそころというかね、13位、14位ぐらいで、まあ、抑えてて、そして袋で爆発して、一気にね、シード圏内、ベスト5ぐらいまでガー上がってくるっていうのがね、順天堂大学のね、箱根駅伝のね、まあ、スタイル、勝利のスタイルなわけなんですけれども、その袋の順大がね、最近はちょっとね、鳴りを潜めているんじゃないかなと。いや、そうなんですよね。そして、この袋の順大をやっぱり支えるのはね、こちらの最上級生なんですよね。この、まあ、挙げさせていただいたんですけれども、最上級生のこの奮起がね、今の順天堂大学には必要なんじゃないかなと。まあ、ここ最年、まあ、3大会ですよね。2018、2019、2020年と。まあ、なかなか、4回生。がね、上位に食い込める区間順位で、タスキはちょっと渡せてないなっていうのがね、まあ正直な、感想ですよ。まあ2017年はね、琵琶湖毎日マラソンで、活躍されました作田選手とかね、本当4回生が、区間一桁順位をね、連発いたしまして、まあ総合4位まで上がってきましたけれども、ちょっとね、ここ最近、この3大会に関しましてはなかなか、4回生、まあチーム事情もあるとは思うんですけれども、なかなかね、巻き返せない、そういう状況に陥っているというところなんで、まあ、今年の、ね、最上級生、まあ、ここに野口選手、原田選手、そして清水選手、沢藤選手と、まあね、4回生の主力メンバー書いておりますけれども、しっかりと、こちらの、ね、選手たちには、ね、頑張っていただきたいなというふうに思っております。まあ、その中でも、ね、やはり清水選手なんかね、箱根駅伝6区、まあ、区間順位こそ、ね、12位でしたけれども、しっかりと1時間切って、59分台で好走してますん でこの清水選手の、ね、59分台っていうのは順天堂大学、6区の、ね、大学記録だということなんですよね。だからまあ今回ね、2020年、ちょっとまあ苦しい結果、厳しい結果に終わりましたけれども、好材料もあったと、いうところで、まあ、野口選手もね、三大駅伝、しっかりと経験してますので、まあ、その経験値というのは大きいと思いますし、まあ、原田選手、ちょっとね、1区でまあ出遅れはしましたけれども、1万メートル、28分台の、ね、力を持ってますし、でまあ去年ね、ちょっと沢藤選手、なかなかね、三大駅伝出場いたしましたけれども、まあ、特にね、全日本大学駅伝では、失速ということで、まあ、力がありながらね、なかなか結果は結びつかないというね、状態ではあったんですけれども、まあ、出雲、そして全日本とね、まあ、長い距離をね、長門監督からね、これ任されてますんで、しっかりと本来のね、ポテンシャル、実力がね、発揮することができさえすればですね、沢藤選手の、爆走もね、見られてくるんじゃないかなと、いうふうに、思っております。まあ、今年のね、最上級生、まあ、この4人を筆頭にね、なかなか、面白いメンバー、揃ってますんでね、しっかりと2020年シーズン頑張って、いただきたいなというふうに、思います。そしてね、ここなんですよ、こちらの選手をぜひとも、紹介したいと。こちらキーマンが、出現していると、いうことでですね、その選手とは、まあ、今年のね、箱根駅伝1年生ながら、8区を走りまして、見事区間9位1時間6分台でですね、8区をまとめました西澤選手。こちらの選手のね、成長が2020年、大注目なんじゃないかなというふうに、思っております。まあ、今順天堂大学ね、山登り5区のですね、スペシャリスト、こちらのね、まあ、配置にちょっと苦しんでいるんですけれども、まあ、西澤選手がね、この8区で1時間6分台で、走ったということはですね、西澤選手がこのまま、5区に、スライドする。そうなんですよ、箱根駅伝の、まあ、8区と2区っていうのは山登り、5区のね、素質といいますか、資質を見る区間としても、知られているんですよね。
まあ、の昔の例で言えばですね、まあ、順天堂大学の OB になりますけれども、元祖山の神、今井正人選手も、肉を経験して、5区に来ておりますし、まあ、の神野大地選手もね、2区を走っての5区起用なんですよね。で、まあ、最近ではあの早稲田大学の安井雄一選手であったり、駒澤大学の、ね、大阪翔平選手であったりもこちら8区を経験して、5区、こちらにね、満を持してエントリーされているというところで、まあ後からね、こちらも話すんですけれども、しっかりとですね、メンバーが充実してくればですね、西澤選手の5区起用もね、十分、あり得るんじゃないかなというふうに思っております。まあ、本当にね、西澤選手全日本のね、6区での区間3位からね、しっかりと成功体験踏んでね、ガンガン、上がってきてますんで、2020年、西澤選手の活躍、大注目で、行ってみたいなというふうに思います。そしてこちら、新2回生が躍動と、まあ、先月、月末になるんですけどもね、順天堂大学記録会、まあ、学内記録会となってはしまったんですけれども、こちらで、新2回生の伊予田達也選手、平俊介選手、野村優作選手が大幅、自己ベスト更新のね、28分台と、まあ、あのこちらのですね、全日本大学駅伝、特集ガイド、まあ、こちらに、順天堂大学の選手のね、いろいろ書いてあるんですけれども、先ほどの3選手、スタミナがですね、全て1つなんですよね、星1つなんですよ。あのスピードはあるけれども、ちょっと長い距離になると、対応できてこれないんじゃないかなと、いうようなね、分析をされているんですけれども、こちら、1万メートルのね、28分台ということで、かなりですね、こちらスタミナ面においても強化が進んでいるんじゃないかなと。まあ、こちらの3人ね、ルーキーイヤー、まあ、5000メートルではね、本当記録出してるんですけれども、三大駅伝の出場はありませんでした。ありませんでした。しかしですね、2020年、こちらのね、新2回生がしっかりとね、力をつけていただければ、またまた、箱根駅伝に関しましてもね、区間配置のね、幅がこう広がってくるんじゃないかなというふうに思ってますんで、ぜひともね、この新2回生には頑張っていただきたいなと思います。そして最後、もうこの期待しかないルーキー勢ということでね、今バーッと順天堂大学のルーキー勢が上がってると思うんですが、まあ、その中でもやはり、去年ね、僕もレースを見に行きました、高校新記録、こちらの記録をね、3000メートル障害で打ち立てました、ラクダ高校三浦龍司選手。いやー、本当にね、楽しみですよね。塩尻和也2世と、言ってもね、過言ではない。まあ、あの、塩尻選手よりも、高校の時の3000メートル障害、まあ、当然高校新記録ですから、上回ってるわけなんですよね。で、去年はね、もう日本選手権にも、出場して、自身がね、近畿大会で打ち立てた、高校新記録をさらに上回って、まあ、日本選手権、決勝までね、行ってますんで、いや本当にね、三浦龍司選手のこの伸びしろですよね。これはまだまだね、計り知れないんじゃないかなというふうに思っております。あの島根県、浜田市出身のね、僕の住んでるね、広島県とも、まあ、近いと言いますかね、隣の県なんでね、ぜひぜひ、頑張っていただきたいなと思っております。そしてもう一人、八千代松陰石井和樹選手、まあ、先ほどね、こちら新2回生が先月の、1万メートルで28分で出しましたよと、言いましたけれども、こちらにですね、石井選手も、出場いたしまして、なんと28分台と、しっかりとね、マークしてきていると。まあ、あの石井選手はね、もう八千代松陰、もう高校1年生から本当に力のある選手で、まあ、去年は 5000m でも、まあ、僕もね、現地観戦いたしましたけれども、13分台、そして、まあ、あの2019年度で28分台と、まあ、13分台、28分台、ダブルマークと、こちらもですね、三浦選手に勝るとも劣らない逸材がね、順天堂大学に加入ということで、ね、本当にね、石井選手の走りにも2020年、大注目していってみたいなと思っております。まあ、今回ね、本当に順天堂大学なかなか面白いルーキーが、入ってきてるなと、水島工業のね、藤原優輝選手も、まあ、宮古路でもしっかりと1区15位、そして今29分台と、構想してますし、そしてね、2019年、高校駅伝、熊本県の代表の座をね、九州学院からもう奪い取りました。
海進高校内田選手、まあ、内田選手も、高校総体の、ね、南九州大会ではあの鶴川選手を、抑えて、5000m、チャンピオンになってるんですよね。内田選手まだタイムの方は、ね、まだ14分20という、ね、自己ベストなんですが、まあ、14分20もすごいんですけれども、内田選手ラストの、ね、加速ギアチェンジがね、本当に武器だと思ってますんで、内田選手にもね、十分、期待していきたいなと。そして、神奈川県からはね、藤沢翔陵、馬園選手と、こちらの選手も、5000m の自己ベストは、14分8秒台、高校総代、南関東大会では4位入賞と、いうことでね、本当に力を持ってると思いますんで、しっかりと頑張っていただきたいなというふうに、思います。あの最初はですね、ネガティブな情報ちょっと多かったと思うんですけれども、2020年、本当もう上位に食い込んできて もう区間配置さえしっかりと充実してくればですね、まあ、しかもそのポテンシャル、この陣容を見れば十分僕あると思ってますんで、今年のね、順天堂大学、長門采配にね、大注目していってみたいなというふうに思います。本当にですね、2020年シーズンもう待ち遠しいですよね、始まるのがね、まあ、本当に今ね、厳しい状況でなかなか先の見えない、続いておりますけれども、皆さん、夜はいつか朝になります。止まない雨はありません。朝が来た時、晴れになった時に、陸上大満喫できるようにね、しっかりと今のうちから盛り上がっていきましょう。今日はこんな感じです。ザワチャンネルでした。とりあえずですね、皆さんの、評価ボタン、そしてね、心温かいコメントっていうのはね、僕の、動画配信に関しまして、もう絶大なるね、パワーとなっておりますので、今日の動画も、しっかりと評価ボタン、そしてね、チャンネル登録も合わせて、していただければなというふうに思います。それでは最後に、今日からシリーズでやっていきたいなと思います。マラソンマンクイズ。僕のね、陸上人生に大きな影響を与えたこちら、井上雅治さんが書かれました、マラソンマン、主人公はね、こちらの高木、和真くんなんですけれども、お父さんの名前はね、高木、勝真さん。それではこちら、お母さん、高木和真くんのお母さんの名前は何でしょう。旧姓フルネームでお答えください。いや結構ね、難問ですよね。